鎖骨です。和骨ですが、ちょっと待って、またブルートゥースが。車止まってる。こんな混んでるもんなの普通。まあここはね、あのトーストしか俺は興味がないので一応入ります。ゲームやってんのかな。10時だよ。やってる人いるね。読めないか、光っててコルソって書いてあります。トーストやってるかな。あ、スケタさんだね。ラーメン始めました。320円。お世話がいらっしゃる。すげえね、ジュースが豊富。パックジュースが豊富。パックジュースの在庫が豊富。豊富すぎる。パッケージがすごい。これこれこれ。まあ、ピザトーストみたいなもんなんですけど、とりあえずこのイタリアンを買いに来たんで今日は。これね、伊勢崎の自販機にも前あったやつ。多分作ってるとこ一緒なんですけど。ここ高い。ちょっと待って、お金を取るから。暑いからね、トーストを優しさ。なんかトースト中が出ない。ラビオ？あ、ゲストさんなの。あっちにも汎用機あるけど動いてないの。あんだけ車が止まってる割にはお客さん 3、4 人しかいないんだよ。どういうこと？熱っ。くそ熱い、くそ熱い。くそ熱い。なんかすげえ古いヤングアニマルとかある。いっぱい雑誌がある。そのお腹いっぱいだよ俺。お腹いっぱいだよ。ちょっとスタンドセットして。さすがに麺類はきついな。麺類はきついけど、これ半分だけ食べて半分また取っとこうか。
白店はして半分食べる。それはね、イタリアンというのは伊勢崎の自販機食堂でちょっと前に売ってたんですよ。それね、多分こっちとね提携してる感じで近いから。イタリアンはね、昔来た時はなかった。そうそう、パンダがね、まあ、ここはイタリアンを買いにだけ来たようなもんなんで。ででーん、なんか何かブロッコリーみたいな。こっちはベーコン、ベーコンとチーズとトマトケチャップと、なんだこれ、なんかブロッコリーみたいな。うん、こっちベーコンだ。これイタリアンだからね、さっきのピザトースト。これはね、半分。どういうこと？お腹いっぱいだよ。ああ、イタリアの味がする。うん、イタリアの味。お腹いっぱい。俺今日ちゃんとご飯食ってんすよ、朝も昼も。まあ、まだあんま具にたどり着いてない。具にたどり着いた。あ、美味しい。うん、半分あの今日寝る前に、寝る前にあの日帰り温泉どっか行って、寝る前か日帰り温泉行く前に寝る前か、ケチャップかな、わかんない。トマトソースだね、ケチャップの味じゃない。結構本格的かも、味的には。うん、あ、普通に美味しいよこれ。美味しいけどお腹いっぱいなんだよ。いや、すごい美味しいんだけど、言った、あ、杖使わないでお風呂入れるよ。あ、ピザソースかね、ちょっと飲み物欲しいので。もう、うどんとかはいいや。うどんはもういいや。明日も食わなきゃいけないし。これね、あのさっきね、一個前に行った店でピザトースト食べた。飲み物買う、なんか何がいいかな。なんかマニアックなのない。マジっすか、高崎市民って言った今。本当に、いらっしゃい。今ね、5カ所目ですね、群馬回ってます。もうお腹いっぱいだからね、ちょっとラーメンと天ぷら丼勘弁してください。勘弁して、牛乳飲みたいね、牛乳。カルシウム取るか、カルシウム取らないと。
こっちから出てくるパターンも珍しい。今ね、あの執権さんは分かってないと思うんですけど、あのね、手術して今ね、杖なんですよ。歩けなくて、そう、1個前のアメコシ行ってきた。一応ね、あの自販機マニアなんですよ。あとね、鹿児島行けば一応制圧なんですけど、今あのリハビリってことで、まあ、過去に来たことあるんですけど、全部こっちの方はもう一度群馬を見直してみようみたいな枠ですね。2日ぐらいかけて全部回りますね。とりあえず今日はもうあと新スポ行ってきます。どっかリハビリでカルシウム取んないとね。じゃあ KP です。ミルクだから MLKP です。あ、うまい、牛乳うまい。久々にちゃんとした牛乳、あの病院以来あ、入院してる時に牛乳出てくるんですよ。 MLKP、 そう、入院してる時に飲んだ以来ですね、牛乳。おいしい、飲み物が癒される。さすがにちょっとここでラーメンは無理だな。で、これで今5箇所回ったんですけど、オレンジハット沖の里、あとピットイン77ウォーター、あとなんだっけ、あとオレンジハット新町店、ドライビー7個 C で、ここゲームコルサ高崎さん、今5個よ。そうだね、あと6箇所でね、全部ここから遠いんですよ。あとスルーした伊勢崎に3個あって、あと赤城山のふもとに1個あって、あと丸宮自販機と、あと太田の矢部塚ですね。あと6個、まあ、もうあとはね、こっから遠いんで、距離あるからどっか新スポ行きますわ。ちょっとリハビリ兼ねて、あとお腹いっぱいだからちょっと動かないとリハビリしないと。ここら辺の新スポ何があるかな。なんか足に負担のこない新スポないですかね。群馬の森とかかな。群馬の森ちょっと遠いかな。あ、敷島公園ってまあまあ近い気がするな。前橋だよね、敷島公園ですか。敷島まあまあ近いよね、多分。そうなんだよ、観音は山だね。しかもあそこ階段多いから、階段はちょっとまだそんなにきつい。あれなんですよね、新スポってなっちゃうとちょっとね、カメラとあのライト持たなきゃ、だからできる限り杖を使わなくていける場所じゃないとダメだから、まあ、一応ライトと杖同時に持ってみるけど、いっぱいだわ。とりあえずこのトースト半分、あぶねえ、トースト半分は後で食います。どこに捨てるんだろう。立花って何？北立花？聞いたことないな。
もっと食わないと大丈夫で、プロテイン飲んでるから。調整値ってマカベかな。これマカベじゃない。マカベこの前行ったよ。この前ってほどじゃないけど、ギリ半年かな。なんもないよあそこ。真壁なんもないよあそこ本当に。何が真相なのってぐらい。30分も持たせられなかったあれ。池自体はでかいんだけど、池の周りただ歩くだけ。あ、なんかあの橋みたいのがあったからずっとその橋の方を配信したけど、行きますか。うどんはちょっとここは食えないから。よいしょ。コルソ高崎さんでした。なんかすげえかっこいいベースボールゲームだね。ホタルの里？聞いたことないな。なんかねえ、新しそうですよね。赤い橋って何？ああ、それ真壁？真壁の赤い橋でしょ？俺が行ったとこじゃない。じゃあ、とりあえずあの、コルソさんでした。ちょっと考えてみますわ、次の場所は。もう10時過ぎだから、まあ、新スポ行ってもいい時間ではあるよね。と距離とあれを調べてから車載するか決めます、まあ、とりあえず自販機は今日はもうちょっとあとは全部遠いんで、あれ4つ、ホタルのとこ行って何かあんの、まあ、ちょっと調べてみますわ。なんかもしあの意見あったら DM ください。ちょっとの間車で考えます。でまた少ししたら、もちろん。お疲れ様です。じゃあね、ゲームコルソ高崎さんでした。これで11分の5ですね。お疲れ様です。じゃあね。